はい、どうも、ビーレジェンド鍵谷です。今回ですね、以前にもね、一度動画で紹介させていただいたんですけれども、もう一度改めてね、こちらジュニアプロテインの紹介をさせていただきたいと思います。でね、こちらが通常のビーレジェンドなんですけれども、サイズ見てもらうと分かるんですが、こちらは1キロ、そしてこちらは500グラムになってます。でね、こちらはこれはナチュラルですけれども、ナチュラルはね2600円で、他のものは3100円とか、クマモンとかストリートファイターとかね、ミルキーとか、あの辺りは3200円なんですけれども、でこっちは1980円です。 500g でね、1980円、だから単純に、分量で比べると少し値段は高めなんですけれども、まずね、子供さんに、小さい量からお試しをねしていただければいいんじゃないかなと思って考えております。やっぱり飲みやすい味はすくすくチョコ風味ということでね、子供さんにも人気のチョコの味にしてあります。でもちろんプロテインなんで、タンパク質はもちろんなんですけれども、結構ね、炭水化物なんかもしっかりと入れてあります。やはりその子供さん、特にスポーツされる方が飲むケースが多いかなと思うので、運動してね、炭水化物、大人はね、結構減量もの意味も含めて炭水化物はいらないっていう人も多いんですけれども、子供さんはもちろんね、炭水化物もしっかりとっていただきたいので、炭水化物、そして、ビタミン、ミネラル関係ですね、子供さんの成長に必要なカルシウムとかマグネシウムで、鉄分とかね、そういったものも入ってます。で、身長を伸ばすとかね、そういうところも含め、ビタミン D とかね、そのビタミン類もしっかりと入っております。ビタミン B2、B6、ビタミン A、B1 で、葉酸とかね、ビタミン D とかビタミン B12 とかね、いろいろ入ってますね。あと酵母とか乳酸菌も入ってますね。でオリゴ糖とか、マルトデキストリンとかねも入ってます。で、こういう形で結構ね、これもだから大人が飲んでもいいんですよね。本当にタンパク質だけ取りたいという方はビーレジェンドシリーズでいいんですけれども、結構バランス取りたいなという人はジュニアなんかもね、飲んでもらうのもいいんじゃないかなと。だから体重増やしたいなとかね、増量的なイメージで取っていただくのもいいと思います。はい。で、こんなビーレジェンドジュニアプロテインなんですけれども、スポーツされるお子さんはもちろんのこと、スポーツされてなくてもね、やはりこの成長期の子どもさんは栄養が足りてないケースが多いですから、こうお菓子食べてね、こう食事が取れないとか、やはりこの1日3食の食事からですね、こう咀嚼してね、噛んで飲み込んで、ご飯からやはり栄養は取ってもらいたいんですけれども、なかなか今のお子さん、大人もそうなんですけれども、適切な栄養が取れるということが少ないですから、だからしっかりいい食事も取るんだけれども、こういうね、栄養補助食品で、補っていただけるといいんじゃないかなと思います。とにかく、バランスが大事ですね。もう極端に何々に偏るっていうのもダメなんですけれども、やはりもうその極端に偏っちゃうぐらいであれば、こういったサプリメントね、プロテインとか飲んでもらうことでバランスと、保ってもらうのがいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、ぜひ皆さんお勧めしますので、お子さんがいらしたら、運動されている方はもちろんのこと、されていない方にも飲んでいただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回はビーレジェンドジュニアプロテインの紹介でした。ぜひよかったら飲んでみてください。またお会いしましょう。さよなら。